さん、こんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、現在北海道におります。今日は北海道で2回目のキャンプをします。はい、お台とふれあいキャンプ場でデイキャンプをしていきます。今日はデイキャンプですので、昼ご飯を食べたりキャンプ場散策をしたりしながらお届けしていきたいなというふうに思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきたいと思います。僕はこちらにおります。はい、何なのこの番組こういう番組ありそう、はい、ここから30分ぐらい行ったところに中標津町っていうところがあって、そこで食材を買ってきました。すごい割引のものがいっぱいあってね。これはなぜか千葉県産なんだけど、まあ、今もうね2時半ぐらいなんだけど、昼夜ご飯としてデイキャンプではありますが、ガンガン食べていきたいと思います。どうぞ。こちらのキャンプ場は朝8時から管理棟が開くみたいなんですけど、クイーン自体は1時からになってて、翌日10時になってます。ゴミは分別したら捨てていいよってことなので、付近を払ったらこんなしっかり袋もらえたから捨てさせていただいてます。ガス缶も捨てられるってことだったから、それは無料って言われた。使いますね。しかも安いの、1060円。うん、安い。ということで、久しぶりの今日は豚巻き、ちょっと安めのロース肉で作っていきます。めっちゃ安かったっけど、全部巻こうか、全部作ろうか。ここの水めちゃくちゃ冷たい。あ、そう、ミフエキャンプ場もめっちゃ水冷たかった。ここは冷たすぎた。ここも超冷たい。今日は巻くしなお、トマトチーズと、トマトチーズと椎茸しかないね。レタスは、レタスは巻かない。レタスは豚肉には巻かないよ。でもいいよ、巻けない。うわ、めっちゃいい匂いする。焦がし醤油にしてます。まして1品目、シンプル椎茸の醤油。いただきます。飲酒疲れの君に染みるだろう。うん、やっぱ椎茸はシンプルが一番ですよ。バターよりも醤油ですよ。美味しいです。それでは早速巻いていきますね。巻いていきますね。お願いします。いつもありがとう。巻いていきますね。いつもありがとう。感謝している。バラの方が美味しいんだけれどもね。この料理は本来であればりょうくんの料理なのですが、ご飯が目の前で綺麗だね。ご飯？ご飯。これって湖なの？違うの？海だと思ってたんだけど。これ海な？こんなでっかいご飯見たことないぞ。水平線があるご飯？あ、正しい。東の端っこでしょ。でも向こうはあれだよ、昨日行ったトドワラだよ。でも海だよね。純湖畔やん、純。じゃあこれは海ですね。水平線が、この人は海だとは知らずに来ていたんですね。はい、水平線が光る朝に、この上で行きましょう。
ガイドにいるとチーズをたくさん買いたくなってしまう衝動に不思議と駆られます。どこにいても普通に見る雪印メグミルクが限定品にまで見えてくるレベルです。これ限定なんなんじゃないって思っちゃうぐらい全国版ですけど、ね、今日はなんと31度ぐらいまで上がってたんだけど、もうすっかり涼しくなってきてる、ね、字幕打ちながらふんがふんが言うのやめてくれない隣でさ。面白いな、笑ってて面白いそうです。エゾタヌキがふんがふんが、エゾタヌキ可愛かったね。それと一緒か、ふんふんやってた、ね、あ、塩コショウ。いつもはこんな感じで調味料は必要最低限みりん、酒、砂糖、塩、家から持ってきたコンソメとだし、ほとんど使わないね、こんなの。ブラックペッパーとチョイスしてきた堀西。堀西もあらゆるところでご商品みたいな道の駅限定とか売ってるからずるいんですよ。でも基本これあれば何も困ってないから、最低限これだけあれば十分なのではないでしょうか。追加で買った調味料は冷蔵庫の方に保管してます。それではコース料理第2品が完成いたしました。どうぞ。いいの、お疲れ様です。お疲れ様です。は君でしょ。お疲れ様です。口の横にトマトついてるよ。お疲れ様です。逆にもう少しだよ。頑張れ頑張れ頑張れ。いただきます。いただきます。あー、これもうね、ここの醤油残ってたからちょっと若干醤油風味なんですよ。あー、そういうこと。うまっ。大葉買い忘れた。大葉があった方が絶対美味しい。さらに美味しいけどね。これは安定して美味しいよ。うん。海道産の豚肉も美味しいです、うん。薄いね。すごい美味しい。ダバラじゃなくても美味しいね。うん。うん、最高。なんかすごい穏やかな海だよね。青くはないんだよね。ちょっと暗めの色してるけど、穏やか。うまいね。どんどん行きましょう。どんどん。次、出場しますのは、変わらず、ここは変わりません。北海道中標津産椎茸割引品出まして、こちらになんとチーズをトッピングいたします。これは絶対に美味しいです。くるくるっと巻いてまいります。新たな新商品を私は見出してしまった。さあ、2品目完成いたしました。続きまして、もう聞いて。いや、できたから説明聞いて。2品目、こちら、北海道産ロース、椎茸、とりあえず、堀西バージョンとブラックペッパーバージョン。どちらも。はい。で、中身は椎茸にチーズを入れまして、はい、巻きました。いかがでしょうか。もう美味しいと思うよ。食べ比べセット。そう、食べ比べセットいいこと言うじゃん。食べ比べセットよ。そうよ。それが言いたかった。西とブラックペッパーの食べ比べセット。うん、それでいい。ブラックペッパーからいきます。私はじゃあ西。いかがですか。チーズを入れることによってなんかちょっと寂しさ感がなくなって、ブラックペッパーも完璧に合いますよね。椎茸苦手な人もチーズ入れれば全然問題ですね。じゃあ堀西いきますね。どうですか。チーズを入れるからブラックペッパーも合うかなと思ったわけですよ。でも堀西は安定だとは思うんだけど、実際安定に美味しかったです。ブラックペッパーのみ。そう、味の程よさに関しては堀西の方が勝ってる。ブラックペッパーと塩コショウがあったらもう完璧だったのかな。なるほど、下味に塩コショウを振ってから風味付けにブラックペッパーと。なるほど、シェフ。シェフはアントリス。チーフ。チーフ。俺はあれ、評価する人。星いくつってつける人。めっちゃ美味しかったこれ。またやりたい。椎茸、ね、チーズはマジでやる。うん、いや。あー、美味しい。もう想像で美味しいかな、うん。今回なんでデイキャンにしたかっていうと、明日が雨降りそうだから、さすがにもう嫌ね。もう嫌。もう嫌だよね。干したくない。もうさすがに嫌だから、今日はもう一日デイキャンで退散します、うん。ここめっちゃ草だから、ふわふわだし、テントもめっちゃ張りやすい。ペグが刺さりやすかったし。うん。サイトめっちゃ平坦だし、ね。平坦、平坦。マジで平坦。車横付けできるのに。お値段。入場料が大人一人300円。うん、300、300。サイト使用料が。これテント一張り持ち込みで400円やったから、僕らは1000円で。で、ゴミ袋代が60円か。1060円で今日1日過ごします。これは締めに使うんですけど、これだけ巻きたいと思います。ガスが騒がしくなってきました。ほら、やめて。狙わないで。リクエストがありました。レタスも巻いてみます。
めっちゃしなるから難しそうだけどな、調理。割引で50円のレタスでございます。リニシにします。寺田さん、最後です。これが私の全力です。ありがとうございます。シンプル巻きです。これで私がお店を開けることが決まるんです。いいから、と。いや、そんな固くなさそうな人だったわ。めっちゃ楽勝そうだったような感じ。どうですか、この品は店に出せるな。ネギとロース出せる。店出していいよ。レタス美味しいね。うん、美味しかったね。結構しなぶれたんだけど、それなりに美味しい。それでも今は絶対これ美味しいよ、このチーズ。はい、どうぞ。美味しいのはあなたが食べて。食べて、これ3つ食べるから。3つ食べるから。ああ、なるほど。粒に相当するほど贅沢な一品でございます。しかも大きいし、これ。いいから食べて。もういただきます。あ、美味しそうだな。食べなさいよ、早く。香ばしいチーズと椎茸が合います。ビール、ビール、ビール。うん、ビール、ビール。ビール、ビール。想像して。想像して、ビール、ビール。シュワシュワしてて美味しかった。せめてダメだ、私には無理だ。いる、濃いおじちゃん、なんかめっちゃシュワシュワさせる人。うめえ。いるよね、いるよね、そういう人。俺そんな風にして飲んだ。シュワシュワさせる人。水ですけど。水です。はい、この後ちょっと散策で散歩して、はい、もう一回食べます。受付等でゴミ袋を買ってこちらに入れるわけです。缶、瓶、燃えるゴミは一つで、またプラスで買えるってことだった。ゴミ袋、うん、で、ここのものは無料でいいですよって言ってくださったので捨てさせていただきまして、はい、助かります。管理棟の中にはコインランドリーがあります。そうだね、洗面所です。100円で5分だって。お湯も出るし、あ、いいね、このタイプ。駐車場はめっちゃこれ広い、広々、何台止められるんだろう。こっちから入ってきて、一旦ここに駐車して、受付を済ませての、ここから車両禁止って書いてあるけど、受付済ませればここからは一方通行でこう入っていっていいんです。こんなに綺麗にね、管理されてるのに。こんな安くていいのでしょうか。コテージは予約制になってる。コテージじゃなければその日受付で OK。 結構かわいいよね、サイズ感。そして下がこう上げられてるんだ。覗いちゃダメだよ、変態。他は何も置いてなくて、多分自分でどう敷くのか。もう貸し出しはしてあるから、予約が入ったら準備する感じなんじゃないかな。寝るだけのスペースでもいいよね。寝るだけここで、もう外でバーベキューとかしても。こちら水事と水がすごく冷たいです。お湯は出ません。車結構止められるよね、縦列駐車になってて。うん、だんだんになってる。ね、綺麗に景色が見えるようになってる。途中途中にこういう机椅子もある。もう机出さずにここで食べてもいいぐらい。最悪それでもいいよね。もう自由に貼っていい感じ。でもやっぱりこっち沿いがいいよね。めっちゃカラス飛んでる。ね、カラスがいるからゴミは要注意かな。行けるようになってるってことは一応わかんないね、これ。ここに炭を置いてって感じ。下もなんか、まあ、うん、こんだけ水密があって、うん、ここは作りすぎ。あ、本当だ。あ、で、ここもなんか火が焚けるようになってる。バーベキューできるようになってるなんていうの。ちょっといっぱいあるね、うん、かわいいトイレ棟だね、うん、お家みたい。利用したけど綺麗だった。男性トイレの方は洋式トイレ2つちゃんとついてるし、ウォシュレット付きの。お、新しくはないけどトイレ自体は綺麗にされてるということです。道路を挟んで反対側行ってみます。こうやって全体的にどこに貼っても海は見えるからいいね。うん、
こっちはより海に近くていいかも。あ、ここもまた絵になりますね。夏は木陰になるからいいかもしれない、うん、おあ、いい、ここ、すごい鹿さんいるよ、鹿さん。ほら、鹿奥まで歩っちゃね。こっち確かに野生動物来やすい感じ。ひんまり感がすごい。そうね。これ家みたい。コテージじゃないかな。こっちはいっぱい物が置いちゃってね。広いんだね。広い。もうこんな風に見れるんだね。うん。俺たちのテントがあっち側。おー、歩いてきた。横広いんだね。そうやね。この度、寺田夫婦はサブマの公式アンバサダーに就任いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。自分たちは走行充電を基本的にしています。このサブマ S2200 というものを以前購入して使っているんですけども、走行充電だけじゃやっぱり長距離移動ができない時とか、移動せずにその場に留まる時とかに充電することが基本的にできません。RV パークとかに宿泊すればもちろん充電はできるんですけど、毎回そういうわけにもいかないので、少しでも一番メインとして使っているサブマ S2200 を充電したいなというふうに考えていました。ソーラーパネルについては自分たちの方からサブマさんの方にご連絡させていただきまして、もし可能でしたらご提供いただけないかというふうなお願いをしたところ、サブマさんの方から了承をいただきまして、それに加えてサブマの公式アンバサダーの方で情報発信をしていただけないかということもお話をいただきましたので、そちらを受けさせていただきました。ソーラーパネルの方は 200W ソーラー発電ができるものを使っております。結構やっぱりサイズ感はでかいんですけど、折りたたみすることができて、このようにケーブル一つでつなぐことができるので、充電すること自体はすごく簡単です。大きいけど薄いサイズで持ち運びも楽だなというふうに思います。これの重さについては約9キロあります。結構重たい。うん、枠自体が持ちやすいのでめちゃくちゃ重たいっていう風には感じないけど、まあそれなりの重さはあります、うん、そしてやっぱり車に積んでいるので基本的には場所は取るかなと思います、うん、実際のところ、うん、200W ソーラー充電といっても実際のところは日が結構カンカン照りでてってても 140W ぐらいが基本的に定格になるのかなというふうに思う。約 40% ぐらいから充電して、時間半充電してみたんですけど、途中日が陰ったりとか、そういったのもあって、今は 61% まで増えました。めちゃくちゃやっぱ充電されたかっていうとそういうわけではないですけど、こまめにやっていくことが重要かなと思いました。節電の方に関しては、日頃からやっておかないといけないかなと実際にやってみて感じています。電気は炊飯器を使うときと、パソコン類の撮影機材を充電するとき、あとはメインとなるのはやっぱ夜に車内の電気を使うときにつけているっていう感じなんですけど、キャンプで使っている LED ライトを使って節電の方をしております。なので 0% になるってことは今までのところないので、基本的にはもう移動中は走行充電で、どこかキャンプとかしてるときはソーラーパネルを使って電気を賄っていきたいというふうに考えています。僕たちは公式アンバサダーに就任するにあたってこちらの2つもご提供いただきました。チャブマという耐荷重が40キロまである机みたいなものです。これがついたことによって気兼ねなく40キロやから素材に耐えられないということはないので、そちらを使ってます。ただ問題点としては、この取っ手の部分にはめるだけなんですけど、ふらつきはあるからガクってずれたりっていうのはあります。うまくはめないと。りょうくんがコーヒーをよく入れてくれるから、こういう時にね、ここにケトルとかを置いて、うん、ここに刺してっていう風に使いやすくなったので非常に便利かなと思います、うん、実際めっちゃ重宝してるかなと思います、うん、僕らの中で。もう一つがレザーカバーになります。おしゃれだね。僕たちが持っているポータブル電源 S2200 は世界一美しいポータブル電源っていうのを歌っているものなので、白貴重なんですよね。色ってことはすごいおしゃれで、車内に置いてても家の中でも違和感なく置けるのはすごくいいなと思うんですけど、やっぱ傷がつきやすかったりとか汚れが残りやすかったりっていうのはありますので、うん、カバーは欲しいなというふうに考えてました。でこちらもご提供いただけたということで、一応横からの傷に関しては問題なく使えるし、うん、これにはポケットもついているので、ちょっとしたものをここに収納する、こっち側もあるんですけど収納することができます。これめっちゃいいと思う。おしゃれ感がさらに増して、そうそうそう、キャンプとかでもこういうふうに置いてるとね、うん、ドンって目に入るから、すごいおしゃれなのが好きな方は特におすすめしたい
一つかなと思います。今使っているのがキャメルっていうんですけど、もう一つグレージュっていうのがあって、この S2200 に関しては2色選ぶことができます。サブマはこの1種類のみです。最近サブマから S600 っていうちっちゃいタイプのポータブル電源も出てるんですけど、そちらに関してはこのレザーカバーが5色だったりとか、ラインナップも増えているということらしいです。もちろんポータブル電源は世の中にたくさんあるし、すごい有名なメーカーとかもたくさんありますけど、僕たちはこのサブマの見た目にも気に入ったし、定格出力とか持ち運びのしやすさとか、そういったところを考えてこちらのポータブル電源を使っています。これからもこれらとともに僕らの旅を楽しんでいきます。はい、締めです。以上。ご飯にしていいかな。うん、ご飯食べましょう。続きまして第2部、焼き鳥丼を作っていきます。まずはタレ。撮影は夫が担当させていただきます。なんでそこちゃんと言ってくるの。いただきます。いつもね、あなたの料理美味しいですね。まるで森に佇む鹿のようでしょう。鶏肉なのに鹿というよくわからない状況。タレもバッチリですね。美味しい。安定のご飯まで行き着かないやつ。そんなにいっぱい食べてるのに2食分が1600円っていうね、うん、本当にここ最後まで静かだったね。うん、やっぱりちょっと天気がね、曇ってきて怪しくなってきたので、私いい判断だと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ日も暮れそうなので片付けをしてみたいと思います。はい、今回は分担作業にしたいと思います。あなたはテント、私は食器。用意始め。 You don't need no card trick. You don't need no sleight of hand. Don't need a rabbit or a hat to help me understand. I don't need convincing. It's so easy to see. Every little thing you doデイキャンプが終わりました。はい、今回は大台とふれあいキャンプ場でキャンプをしてきました。別海町というところになります。海がすごく穏やかだったなっていうのが一番強い印象に残ってます。うん、そうだね。キャンプ場自体はすごく管理されていて、自由に場所も選べるような感じだったので、何回行ってもその時その時で違った雰囲気を味わえるんじゃないかなと思いました。僕は、はい、僕はそう思いました。あの値段で車も乗り入れられて、でゴミも捨てられるという点に関しては、うん、あの旅をしている身としてすごく助かりました。近くにお店がなかなかなくて、セイコーマートが一番近いぐらいなんですけど、30分かけて中標津町まで来ないとお店がないんですけど、もし行く場合は買い出しをして来られるといいんじゃないかなと思いました。本当ゆったりできるキャンプ場で、デイキャンプってあんまりしたことないんだけど、十分ゆっくりできました。僕の編集作業がなかったらもう少しゆっくりできたんじゃないかなと思うけど、タミさんにはよく料理を頑張ってもらいました。うん、いやー、ほんと景色があったので全然苦ではなかったですね。うん、暑かったんだけど風が涼しくて、北海道ならではの気候かなというのも感じられたので、うん、本当に良かったです。はい、私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。